アレクサンドル・ビノクロフ、アレクサンドル・ニコライビチ・ビノクロフ、1973年9月16日隊は、カザフスタン、ペトルパブル出身の自転車プロロードレース選手。果敢な走りが特徴のオールラウンダーであり、ビノの故障で親しまれている。2006年のブエルター、エスパーニャ総合優勝、2012年のロンドンオリンピック金メダルを筆頭に、 数々のステージレースで活躍したほか、クラシックレースのリエージュ・バストーニにリエージュを制するなど、多くの勝利を収めた。カザフスタンの英雄的存在として2006年10月には、クンに等も授与されている。1986年に13歳で、カザフスタンのスポーツ学校に入学し、やがて、ナショナルチームの一員として活躍。 1994年広島アジア大会に出場し、銀メダル。1996年のアトランタオリンピックにも参加するなど、アマチュアサイクリストとしてのキャリアを重ねていく。そしてその実力が認められ、1998年にカジノでプロデビュー。同年に早くもダンケルク4日間レースの総合優勝やツールドポローニュでのステージ勝利を達成。 続く1999年もドーフィネ・リベレデステージ1勝、総合優勝を果たし、将来の大機として期待を寄せられるようになる。ドイツテレコムに移籍した2000年は、ヤングルリッヒのアシストを務めたツールド・フランスで、総合15位に入り、ブエルター・エスパーニャでは1勝。シドニーオリンピックのロードレース部門でもウルリッヒに次ぐ2位に入る活躍を見せた。2001年も、 ドイツツアー総合優勝やツールドスイス一勝などの成績を挙げ、ツールドフランスでは総合16位の高成績を収めて実力をアピールした。そして2002年も春のパリニースで総合優勝。ツールドスイスでも一勝するが、同レースの落ち者で尾骨を骨折していたことがツールドフランス開催の前々日に発覚。ドーピング事件で出場できないウルリッヒに変わる。 ととしてて期待されていたた。が、無念の出場自体となったその雪辱を期した2003年は、キャリアの中で最高の活躍を見せ、春にはパリニースを連覇し、クラシックのアムステルゴールドレースでも優勝。ツールドスイスでも総合優勝を果たし、好調のまま乗り込んだツールドフランスでは、初めてのステージ優勝を獲得。さらに一時は、 総合1位のランス・アームストロングに18秒差まで迫る役を見せて、最終的に総合3位に入り表彰台に立った。2004年はパリ・ニースでステージ3勝を挙げたが、前半の遅れが響き総合優勝は逃してしまった。さらにツールド・スイスで落ち者して肩を骨折。ツールド・フランスへの出場を断念する羽目になったが、その後に迎えた世界選手権。 タイムトライアル部門では3位に入り復活をアピールした。2005年にはリエージュ・バストーニュ・リエージュで優勝。ツールド・フランスでも2勝を挙げて、総合5位に入ったほか、カザフスタン選手権のロードレース部門でも優勝を果たした。2006年にリバーティ・セグロ・スウルトへと移籍。チームのエースとしてツールド・フランスでは、イバン・バッソやヤングル・リヒラと並んで、 優勝候補の一角に名を連ねていた。ところが開催が迫った5月末に大規模なドーピング摘発作戦、オペラシオン・プエルトが勃発。当時のチーム監督であるマロのサイスが疑惑の中心的存在だったエイフェミアのフエンテス医師と会っていたことを理由に逮捕され、これを理由としてリバティセグロスがスポンサー契約を解除。チームは 空中分解の危機に瀕したが、これに対し即座にカザフスタン政府が反応。自国の英雄であるビノクロフを支援するため、国内の企業から出資金を集めて新たなスポンサーに名乗りを上げ、アスタナウルドとしてチームは再出発、ツールドフランス参加に向けて動き出した。しかし主催者の ASO からは出場自体の勧告が出された上、UCI からは ドーピングの疑いがあるとして、出場を予定だったチーム選手の大半に、出場停止処分が下される事態となり、とうとう開催前日に参加断念に追い込まれてしまった。しかし、その無念を晴らすように9月のブエルター・エスパーニでは、ステージ3勝を挙げて、総合優勝と複合賞を同時獲得する、大活躍を見せたほか、世界選手権、タイムトライアル部門で再び3位に行った。 その後、アスタナウルトチームの保有権は逮捕されたサイス。監督が保持していたため、このシーズン一杯でプロツアーライセンスを剥奪されることが確実となり、結局チームは解散。新しいチームを探す必要が生まれたビノクロフに、対して、再びカザフスタン政府が救いの手を差し伸べ、スイスを本拠地とするチーム、アスタナを新たに設立。 2007年からの UCI プロツアーに新規参入すべく急ピッチで体制作りを進め、12月にはプロツアーライセンスを獲得し、マゴを持たしてビノクロフは移籍。そして2007年は6月中旬に開催されたドーフィネ・リベレでは2勝を挙げてポイント賞を獲得。その後のツールド・フランスでも総合優勝の大本命と目されていた。しかし、 第5ステージの残り 25km 地点で突然の落ち者。タイミングが悪いことに、この時レースは終盤を迎えており、逃げている選手たちを捕まえて、ステージ勝利を狙うため、メイン集団はビノクロフを待つことをせずにペースアップしていった。チームは、クレーデンとカシェチキンという二人のセカンドエースを除くアシスト陣が、総出で、 ビノクロフのメイン集団復帰を目指したものの差はつまらず、最後はアシストを使い切って単独で追撃。最終的に1分20秒遅れでゴールする結果となり、他の優勝候補にアドバンテージを許してしまう。その上、この時の落ち者でビノクロフは両膝や肘を大きく傷つけてしまい、その後の山岳ステージではトップ集団は愚か。 アシスト役のクレーデンからも遅れることがたびたびあり、周囲を行くミカエルラスムスセンラとのタイム差は開くばかりで、第9ステージで再びラスムスセンラ総合上位陣にタイム差をつけられ号泣するシーンも放送された。それでも、第13ステージの個人タイムトライアルでは2位に1分以上の差をつけて勝利。一気に総合9位まで浮上し、復活を思わせたが、次の、 第十四ステージでは一気に失速。観客との接触によって再び落ち射したこともあって、トップから三十分近く遅れてゴールすることになり、総合優勝の夢はついえた。しかし次の第十五ステージでは、再び果敢に先行。総合タイムですでに大きな差がついていた彼の先行を、総合上位陣が容認したこともあって、他を寄せ付けず圧倒的な力でステージを制して、 実力を証明た。だが、その直後に、第13ステージ終了後でのドーピング検査で、血液ドーピングの陽性反応が出たことが判明。最終的な結果を待つことなく、チームから棄権させられる。さらに主催者からの陽性によってアスタナは、チーム全体が、レース危険に追い込まれることになった。しかしこの結果に対してビノクロフは、強い抗議を表明。 フロイド・ランディスと同じ弁護士を雇い、検査結果について徹底的に争う姿勢を示したが、大会終了直後に、最終的にドーピングが確定したことを受けて、チームから解雇された。そして12月6日に、カザフスタン自転車競技連盟から2008年7月までの競技出場停止処分を受けた翌日、カザフスタンのアルマトイで引退を発表。同時に、ドーピング疑惑に対しては、 今後も疑惑を晴らすために戦っていくと表明した。2008年に入り、フランスのレースに出場するなど7月に出場停止が解除されることから、北京オリンピックに出場するのではと噂されたが、代表入りすることはなかった。2009年7月2日、同年同月23日をもって、競技活動禁止期間が終了することから、現役復帰宣言を行った。 8月4日にはカスティオンラバタイユで行われたクリテリウムに無所属の選手としてで9日から行われたツールドランにはカザフスタンナショナルチームから出場し本格的なレースへの現役復帰を果たした8月24日にはアスタナへの復帰を発表同時に同月29日開幕のブエルター・エスパーニャへの出場が発表されたブエルタエスパニでは 第10ステージで逃げグループに乗り、ステージ4位に入ったが、山岳第12ステージでリタイア。BR その後9月に、世界選手権自転車競技大会男子、ロードレース、10月にジロデロンバルディアに出場し、これらのレースでは終盤まで、優勝争いに加わる副長ぶりを見せた。2010年、ジロデイタリアの前哨戦とされるジロデルトレンティーノで、総合優勝。 さらに5年ぶりにリエージュ・バストーニュ・リエージュも聖覇、完全復活を果たした。初出場となったジロディ・イタリアではアスタナのリーダーとして参加。第3および第7第10ステージにおいてマリア・ローザ総合主位を着用した。総合成績は6位。続くツールド・フランスでは優勝候補筆頭であるアルベルト・コンタドールのアシストとして参戦。 コンタドールを三学で引くだけでなく、チャンスと見れば果敢な逃げを繰り返し、13ステージでは、終盤に単独で逃げを決めて、ステージ優勝、総合16位。2011年は、バスク一周で、総合8位区間一勝、フレッシュはロンネで4位、ツールド・ロマンディで、総合3位区間一勝、クリテリウム・デュード・フィネ総合3位などの成績を残した。ツールド・フランスでは、 第8ステージ終了時点で、トップから32秒遅れの総合11位につけ、総合成績上位を十分狙える状況であったが、第9ステージにおいて、落ち車しがけ下へ転落。右大腿骨を骨折してしまいリタイアした。大会終了後の7月17日に、再び引退を表明したが、再度引退を撤回、2012年も現役続行することを表明した。 UCI ワールドツアーは個人総合16位だった。2012年のツールドフランスは第18ステージで関東賞を獲得した。7月28日に行われたロンドンオリンピックの男子個人ロードレースではリボベルトウランと共に集団を飛び出し逃げ切りゴール前でウランを振り切って金メダルを獲得した。このシーズンをもって正式に引退。引退後は アスタナチームの GM に就任。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。